はい、皆さんこんにちは、ちでございます。東白さんに三国志十分やっていきましょう。カッカさんがね、どこまで行ってんのこれ。廊下だっけこれ。あら、えらいとこまで行っちゃったね。となると正直ここの忠誠度がかなりやばい。ああ、美塾さん、法政さんがやばいね。取られたらやだな。あ、法政さんはいないね。じゃあ美塾さん何かあげときましょうか。そうだね、ご用向きは何でございましょう。贈与、書物なんかないもんね。この人70何歩だから15上げてればいいかな。ね、保険にしときましょう。光栄の至りにございまする。あ、94まで上がったね。あとは法政さんかな。あ、かっこいいさん、いやもうかっこいいさんとは血色終わっちゃってんでね。法政さんはまあいいかな。じゃあどうするかと、法政さん内政させましょうか。法政さんちょっと内政させて出れるのを待ちましょうか。あと、ああ、あと純真さんもだね。文化、うん、いいかしら。純軍さんはもうちぎってっからね。そうだね。あと美塾さん、ああ美塾さんもか。あ、でも美塾さんはこの字入ってないね。しまった。じゃあね、どうしようかな。あ、もう涼花さん、あ、涼花さんあげようか。よくぞおいでくだされた。いいかしら。はい、と。さあ、もうこれであれなるね。涼花さんはもう OK。敵を知らぬ知らばと。副案があるのだが。セイレンさん？我が軍でしょう。なんとなくだけど。カッカさんまだいないわね。カッカさんまだいないわね。涼花さんはもうこれであとあげれば OK なんで、じゃあ美塾さんにせよちょっと訪問してみましょうか。ご用向きは何でございましょう。いいかしら。あ、西北落ちた。はい、宇宙さん。あ、一人の部署が移動。誰？あ、この3人まだちゃんと残ってくれてんね。ほう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 。え、まさかの、あ、カッカさんちゃんといるね。ドキドキしちゃうね。話があります。はい、どうぞと。構いませんよ。はい、議論が深まりましたなと。さあ、カッカさんまだ帰ってきません。結果出てないもんね。あ、しまった。あらららら、あらららら。で、あ、外中何か撃ってない。あ、砲球ね。砲球をちょっと手に入れておきましょう。あと、どうしようかな、どうしようかな。あ、どうしようか、あげたいんだけど動いてくれる同士の方がいませんね。私が使いまくったかな。じゃあ、ビジクさんに行っておきましょうか。ご用向きは何でございましょう。あ、ビジクさんはもう中世が上がったんだよね。いいかしら。はい、東卓勢が西北近郊の西北港の制圧を開始ね。まだ行くつもりなのかな。まだ行くつもりではないか。あ、ここからは遠家なんだね。多分劉備と遠家が、劉家と遠家が結んじゃってるんですよね、これ多分ね、同盟をね。どういくかですよね。もうここまで来たら北を先潰すべきだと私は思うんですけど、ちょっと南は勢力が多すぎるのでと私は思うんですけどね。どうなんでしょう。はい、議論が深まりましたなと。
申し上げたき義がございます。あ、本人が行くんだね。おお、ウキンさん、中世98で持ってこれるの？構いませんよ。本当かいなと。こんな案もございますぞ。はい。構いませんよ。さてと。シャークがある。あ、ライドさん、リュウエン軍でしょ。ね。もうライドさん出てきたんだね。ああ、交換状態になっちゃった。交換状態になっちゃったね。カッカさん帰ってこないのに。まあ、よく来てくださった。談話だけでいいですか。1ヶ月で上がりきらないもんね。はい、到着では制圧ね、しましたと。じゃあ私は酒場、わかんないじゃんね。龍炎軍と、あ、龍炎軍に決まってますよね、これね。はいと。で、じゃあビジクさんかな。よくぞおいでくださいました。いいかしら。はい、兵糧を使ってと。はい、もうガッツリ渡しましょう。預かった兵糧で新商売失敗しました。申し訳ありません。あ、いいですよ。はこのように。はい、ついに話し込んでしまいましたなと。だいぶ上がってきたね。申し上げたき義がございます。あ、上等でね。はいはい、構いませんよ。あ、宝生さん来たけど、ちょっと相手しましょうか。宝生さんのね、7日調子はどうかしら。光栄に存ずる。あ、孫作さんもだいぶ広げてきましたね。当面今目の上の断固は炎将軍ですね。マンチョさんと陳京さんが新将と保有になりました。あ、誰で行きましょうか。あ、そうだ、涼花さんだね。涼花さん、あ、あらら、まあいいか、うちのおじいさんと。守備はこのように。光栄に存ずる。出てた。ちょっと待ってね。これね、よく考えたら任務を停止させれましたよね。カッカさんは私のあれじゃないんだ。やっぱりカッカさんの任務を中止させることができませんでした。ちょっと宝生さんと仲良くしましょうか。あ、中世度80まで来てるね。この後宝物興味があるから、いずれそれで引っ張ることできますね。考えがあるのですが。はい。お、官僚攻めるの。ほう、あ、霊光ね。ちょっと待って。あ、じゃあ私ここ今攻めれんじゃない。あ、いや、そっちに行くの。あ、そっちに来るのか。え、ちょっと待って。あ、それちょっとダメだわ。出兵させよう。はい、出陣。あ、出陣選んだのかな、私。いや、これはね、これは、あ、カンネさん低いから。うわ、贅沢だな。あ、涼花さん行ってきなよ、あんたね。あ、涼花さんが上になるのかい。となると、え、加工園さんで涼花さんの方が上なのかい。へえ、びっくり。いや、それだったら兄弟で強いのと、で、観念さんと、あ、いやいやいや、かしこまった。観念さんと涼花さんで、そうだね。いや、この場合はこういうとこ入れていこっか。せっかくだからね。たんまりいるもんね、人はね。承知いたした。兵力最大。あ、清涼兵だね。はい、清涼兵ちょっと取りに行っちゃいましょう。お願いしますね。これは負けないでしょ。
はい、だだと。任務を受けてる部署がいます。あ、そうだ、カッカさんこれ入れたらよかったような気がするぞ。あ、そうか、カッカさん呼んじゃうと帰ってくる時間待っちゃうんだね。そっかそっか。おい。で、出陣。はっ、切符をお待ちあれ。これだったら勝てるよね。で、ここ何人いますかね、部署。あー、結構いるね。うわ、めちゃくちゃいるわ。さあ、あとね、今思いついたんですけども、出陣でカッカさん呼びつけたらどうなんだろう。はい、上等ね。カッカさん呼びつけられない？もう、あ、13日ね。よしよし。承知いたした。はい。切符をお届けいたす。あ、これでカッカさん中止させれるんだ。なんだ。で、帰ってきたら、解散してちぎっちゃいましょう。あ、そういう使い方できんね。はい、つい話し込んでしまいましたね。聞こうというのに今少し分かった気がしますと。あら、あんたらまだ出ないの？え、ちょっと待って、まさかあんたたち。ああ、そうだ、両家勢こっち行くことになってないんだね。お任せあれ。さあ行ってきてください。さあ、あっちでドンパチするんですよね。さあ、宝生さん感謝状態なので、論議しましょう。考えがあるのです。はい、霊光の上層破壊しましょう。これ遠家とやり合うね、このままいったら。報告します。はい、どうぞ。受けましょう。で、はいはい、はい、もたちゃんが上層破壊ね、官僚金庫レイで。ああ、もうこれイケイケだな、また。え、あなたね、こっちを広げようと思うのですが、あ、もう博打で行きましょう。え、つい話し込んでしまいましたなと。で、はい、策がある。カッカさん、あと6日、あと6日なんだね。要件を伺います。論議しましょう。いいかしら。はい、両家勢が、あ、こっちが先に着いたの、ひょっとして。あ、こっちの、あ、引き返した。ああ、なるほど、そうなったんだね。引き返したんだね、向こうさんね。さあ、どうしましょう。でも我々の兵力でここを落とすのはちょっと厳しいかもしれないね。武将的には全然揃ってるからいけるかもしれないけども、まあまあ、そこはそこまではいいですか。はい、よし、例の助産を破壊しましたと。はい、議論が深まりましたなと。で、あ、お招きの方、どうぞ。はい、イエーイ、このタイミングで来る。仕方がない、論議を行いましょうか。考えがあるの。お、ちょっと待って、何か来てる。はい、助産、あの、わあ、お金が、あ、あるね。かしこまった。なんか来てるよ。ああ、高村三軍がヘルプで来たと。ああ、そういうことね。こんな案もございます。受けましょう。で、ちょっと待ってね。あ、カッカさんは待機中ね。はい。はい、議論がまとまりましたなと。うお、いっぱい引き出したね、向こう。ああ、いやいや、これは私のあれだわ。涼子さんだったわ。酒場行って、で、談話ね。使徒を考えてみた。はい、こっちね。で、カッカさん不在なんですけど、カッカさんの部隊を解散しちゃいましょう。はは。で、あ、これからこうやって呼び戻せばいいんだね。各団不在になってっけど、あ、酒場はないと。1日経てばいると。はい、うまく説得できましたか。ああ、よし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 。で、希望と威風を交換しました。希望はいいね。
で、今度、宝生さん。まだ感謝続いてます。ほい。要件を伺いまする。で、論議ね。考えがあるのですが。あ、ちょっとカッカさん、もったいないけど、カッカさんにどうしようか増やしてもらいましょうか。ようさんいるわ。じゃあ、ソジさんで。考えがあるのですが。しかと受けたまわりました。はい。はい、上等の農業が発展したため、お、施設をね、養鶏場、養鶏場しましょう。よし。はいと、はい、炎章さんが名駅投了、あ、組んで変わんないね。はい、リフさんが失勢よと。あ、79、まだいける、まだいけると嬉しいね。あ、でももったいないね、あと5日で消えちゃったらちょっと辛いところがあるんですが、ちょっと酒場行きましょう。策がある。縁はね、我々です。で、あと建築1日ね。要件を伺います。これ一気でそうな気がするんだけどね。考えがあるのですが。5日で出れるんが切れそうな気がしますね。おお、なんかすんごく来てる。あ、でもこれあれだよね、こんだけ集めたということは店塀にするには十分だね。となるとおじいちゃんだ、もう攻めてる。あ、劉備軍を攻めてんのか。あー、で今緊張挟まれてんだね、我が軍は。あー、もう完全劉備軍を落とすんですね。そうか。報告します。構いませんよ。カオンさん引っ張っていけるといいね。構いませんよ。あ、涼子さん上がっちゃった。例えばここにもうすでに劉備の人で捕まった人いないか。あ、長円さん。ほう。一筋縄では行きません。行かないのね。一筋縄では行きません。そうなんだね。一筋縄では。あ、ゴトンさんダメだね。強く嫌ってね。一筋縄では行きま、敵人がいます。あ、高宗滅さん。中世46。あ、ホルなってんだね。あ、もうカッカさんいっか。カッカさんいいでしょ。な、行かせてましょう。考えがあるの。受けたまわった。で、私ももうカッカさんちぎっちゃってっから。ああ、でもそうだね。カッカさんでも真横に置いとかないと。あ、ソジさんももういいわ。あら？あ、そうか、今訪問中だから。そうだね、訪問中だからできないんだね。はい、つい話し込んでしまいましたなと。もう涼花さん解散してもいいかな。もう建築終わってるもんね、夫人だから。涼花さんは解散しちゃいましょう。お任せあれ。多分ね、またここから取りに来ようとすると思うんですけど、その時はまた兵出しましょうか。酒場。こうしてはどうだ。あー、なんもないね。で、じゃあどうしようね。ソジュさんもういいですね。カッカさんももういいと。で、あー、そうだ、こん、あれ、これ、あ、持ってかれたんだ。西北にいるわ、この人。あー、そうか、西北から持ってたらまずいよね。あ、でももうそう思うと、あれか。カコウトンさんいると誰か来る？あ、カコウエンさんとももうでもちぎっちゃった。あ、ソアミンさんね。牧羊から呼ぶのもどうかなと。今十分人。あ、もう十分だね。十分なんで。カコウトンさん置いとこっか。もう、離れたら困る人置いときましょう。じゃあやっぱカッカさんいるね。カッカさんを残しておきたい。そうだね。じゃあこれでいっときましょう。やるとしよう。で、じゃあね、じゃあ、あ、
じゃあここで龍華さんいない。あ、じゃあ、宝生さん切れちゃった。やっぱり切れちゃったね、宝生さんね。ちょっと一度行ってみましょうか。よく来てくださった。で、贈与、あ、陶器があるんだよね。ありがたく。もったいなかったね。おお、こんなの勝てるわけがない。ああ、もう受けるしかないよね。こんなん絶対勝てないわ。あ、でもカッカさんに勝ったぐらいだから何かあるかな。はい、じゃあね、ちょっとお時間の方が良くなりましたので、この辺でやっておきましょう。東白さんの三国志13終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。